This episode is brought to you by Michelob Ultra. Michelob Ultra is perfect for more than just the summer heat this year, because not only is it refreshing and crisp with only 95 calories, but Ultra is also the official beer sponsor of Team USA at the Olympic Games Paris 2024. Celebrate every point, race, and moment with Team USA and Michelob Ultra for the Olympic Games Paris 2024. Stock up on Michelob Ultra and cheer on Team USA. Enjoy responsibly. Copyright 2024 Anheuser-Busch Michelob Ultra Light Beer, St. Louis, Missouri. ラジオドラマ幸せの高取家。福岡市早良区の2世帯住宅に暮らす高取家、パパとママと娘と息子、そしてじいじばあばの6人家族はごく普通に生きてきて、ごく普通に暮らしていました。平凡な人々と平凡な毎日。それでも高取家の人々はとてもとても幸せなのでした。天才だらけその2。なんて姉ちゃんの絵下手やもん。あったまきた。しゅんてんの方が意味わからんけ。同言したね二人とも。シュンタがマリンが描いた絵を下手いとか言うと下手い。また言った。まあまあ。ちょこれば見ちゃって。これは何やろかい。は？お絵描きの画用紙やろ。うん、これは二つに破る。したらどげんなる。絵が描けんくなる。違う違う、今じいじはどげんなった画用紙持っとる。ん？半分になった画用紙2枚。これはぐしゃぐしゃに丸める。どげんなる。丸めたゴミが2つになる。ボール。じゃあさらにこれはビリビリに破ったらどげんなる。は？バラバラの紙くずになる。されたい。今この画用紙のいろんなもんに変わったとこば見たろ。つまり画用紙もな、使う人によっちゃ草原していろんなもんに変わるとよ。ズバリ描いた絵のうまい下手いも見た人によるは？は？どういうこと？手品するとかいなって思いよったら、ただ画用紙がゴミにされただけやったっちゃけど。この話聞いてへえそうやねってならんのか。ならんし。それよりバラバラにした画用紙どうするとよ。何しようとお父さんは。ばあばじいじが画用紙ビリビリに破った。うん、あっちから見えとったよ。ごめんねマリンちゃん。じいじは二人の喧嘩を止めようとなんかうまいこと言おうとしとったっちゃけど、下手くそやったんよ。ほんと下手くそやん。たくしょう。でも二人の喧嘩を止めるのには成功したみたいやね。そうやね。じいじは喧嘩の仲裁は上手なのかもよ。そういや前にもパパとママが言い争いしとった時、じいじがダジャレ聞かせたら言い争いがピターって止まっとった。ダジャレに呆れて止まったってことね。俳句な。どげな俳句やったん。鍋食べよう、似たもの夫婦で似たもの夫婦。ほらこういうの。でも出来がいいんやない。似たもの夫婦が鍋で似たものを夫婦して食べるって。俺天才。うん、ダジャレのね。ねえねえ、太宰って知ってる？太宰？あ、太宰治のこと？その太宰じゃなくて。分かった。じゃあ、太宰府天満宮のこと？その太宰でもなくて。それ以外に太宰なんて聞いたことないし。もう、福岡吉本芸人で一番の注目株の太宰だよ。ビジュも最高、ネタも面白い。気になる。太宰の危ないトゥナイト。聞かないと、そう、ご飯。お父